こんにちは、ひろやすです。今回ですね、中華モンキーのですね、ちょっと、ツーリングをね、ちょっと秋にしたいかなと思ってるんで、そこのですね、ツーリングで、ちょっと快適になるようにちょっと装備を少し変えていこうかなと思ってます。停車時にね、エアクリーナーのね、蓋が欲しいなと思って、ちょっとこんなのをちょっと買ってきました。ちょっとね、ホームセンターね、パッと行った時にね、たまたま見たんですけど、これあれですよね、よくお風呂のね、ゴムですね。これ54ミリなんですけど、これを、まあ、何に使うのかっていうと、これ、54ミリでね、ここがね、47ミリのものになってるんですけど、モンキーがね、エアクリーナーファンネルなんで、停車時にね、ちょっとやっぱ蓋欲しいなと思って、これをね、蓋にしようかなと思ってます。で、まぁ、ちょっとそのままつけてもね、可愛げがないというか、なんかそんな感じがするんで、ちょっとね、まぁ、こんな、キーホルダーがね、家にあるんで、これをね、つけようかなと思ってます。まあ、ここね、ちょっとじゃあ、外していきましょうか。外しちゃって。まあね、こんな、お手軽な、なんかちょっと、洒落た感じでいいんじゃないですかね。戦闘機っぽくなって。よいしょ。ちょっと硬いな。絶妙に、なんかこの、外しにくい感じですね。よいしょ。で、ね、この間の下の動画の方にあった通り、やっとね、モンキーの方が安定してきまして、まあね、今まで結局、スローがね、出ない原因をちょっといろいろやってたんですけど、ちょっと考えるに、あのモンキーの排気量というか圧縮比がね、ちょっとね、圧縮がちょっと低いんでしょうけどね、圧縮が低いからなら、あのモンキーではスローをね、50とかね、56ぐらいまでやらないと安定しないっていう、こんな感じですね。これをね、キャブのとこにカポッとはめて、走行前はこれを取りましょうと。リムビフォーフライト。これ戦闘機っぽく、トップガンっぽくなるかなと思ってます。まぁ、ちょっとこんなのを、ちょっとシャレでつけてみようかなと思います。まぁ、これはね、ちょっと使わないんで、直しときましょう。で、まぁ、あと、ちょっとね、ナビがね、欲しいなと思ったんですけど、今ね、結構携帯でナビができるじゃないですか。携帯でね、ナビができるんですけど、それだとね、やっぱりちょっとしんどいんですよ。でね、このナビをね、つけようかと思ってます。で、この、まあ、USB のね、これ昔のモデルなんで、ミニですね。ミニの USB を、ここに、つないで。で、まあ、バッテリー稼働っていうか、バッテリー運用でもいいんですけど、ちょっとね、これもうバッテリーがね、ほぼ死んでるんで、今これね、つくんですけどね、結構もうすぐ、なくなっちゃうんですよ。で、まあ、例えばモバイルバッテリーとか、まあ、一応ね、この後モンキーの方に、USB 電源つけようかなと思ってるんですけど、まあ、モバイルバッテリーでもね、一応運用はできるんで、まあ、こうつけて、まあ、これ充電すると。ただね、これだと、充電はね、できるんですけど、電源がつかないんですよね。これが結局、ユピテルの純正のケーブルでないと、そういう風にできないように、まあなってて、要はその高いケーブルを買ってくださいっていうことになってるんですよ。まあそれだとね、充電しながら使えない。で、USB 電源をモンキーにつけても、
走行中使えないっていうようなことになってしまうんで、ちょっと調べたところ、まあこういうね変換ケーブルがあって、こいつを使うと通常のねおそらくねこの USB の線とねこの辺り中のね結線がどうやら違うらしいんですよね。少し設定が違うみたいで、こいつをここにはめて、でここに USB ケーブルを、こっちをバッテリー、まあ一応本格的な仕様としては、まあ、あの USB 電源は取ろうかなと思うんですけども、こうするとねもういきなり充電しながらは使えるようになるっていうね、そんなものになってます。でこれでね、モンキーのあのハンドルのところに、ちょっとそのステイをつけて、で、携帯ホルダーでこれ挟んでしまおうかなと。そうすれば、走行中、使えると。まあ、ただね、これね、まあ、音声もまあ結構でかいんですけどね、昔のモデルなんでね、Bluetooth とかがついてないから、まあ、だからそこがね、ヘルメット内でね、ナビがまあ、ちょっと聞こえないっていうのが、まあ、唯一難点かなとは思うんですけど、まあまあ、音をね大きくしてやればまあいけるんじゃないかなと思ってます。まあ、これで、ナビの準備もできたと。まあ、これでねちょっと次回ね、つけていこうかなと思ってます。まあ、ナビをつけるためにあとはまあその電源周りの、取得をして、ちょっとやっていくと。であとはモンキーのね、ちょっとねいろいろ整備をしていたらね、ちょっと最近とかねこの何日かですかね、こけてからなのか、リアのね、ブレーキランプの点灯が、なんかちょっとおかしくなったような感じがしてて、ブレーキ握ってもね、光んないっていう状態になってしまったんで、ちょっとそこの修理もね、していかないといけないので、それもやっていこうかなと思います。で、この機会にね、まあ、僕のモンキーもリア、ディスクブレーキにしてるんで、そのね兼ね合いで結構踏みしろがないんですよ。ちょっと踏んだらすぐブレーキ効くようになって、で元々のドラムブレーキよりも、だからスイッチがね下がらないので、油圧のブレーキスイッチっていうのにしようかなとは思ってます。油圧ブレーキスイッチに変えて、そこをね、運用できるようにしようかなと思っております。で、フロントのねスカスカ問題なんですけど、まあ先日エア抜きして治ったと思ったんですけどね、またねたまにねなんかねスカッとなるんですよ。なんかゆっくり握るとスカッとなると。まあそこで考えられるのがフルードの劣化なのか、まあもうブレーキのマスター自体が古くなってるんで、そこが原因なのかなとか、まあちょっとね、そのあたりね、考えていかないといけないかなと思ってます。ということでね、ちょっと今回モンキーの、キャブ、あそこにね、雨入らないように、ちょっと蓋考えてみようということでね、蓋を作ってみました。エアクリーナー用の蓋を作ってみて、で、そしてナビをね、ちょっと使えるようにしようということで、ちょっとそんな、設定をしてみました。ではね、この動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。